ムハンマド・アリー・ジンナー。ムハンマド・アリー・ジンナー。英語。ムハンマド・アリジナー。ウルグー語。ヒンディー語。1876年12月25日から1948年9月11日は、インドムスリム連盟の指導者、独立パキスタンの初代総督。パキスタンでは、カイデ・アーザム、最も偉大な指導者のいや、バーバー・アイエコーム、建国の父のいとしても知られている。 グジャラート系のホージャーハイスラム教徒、ムスリムの子、ムハンマドアリー・ジンラバーイーとして、イギリス領インド帝国期のシンド州から地で生まれた。ジンナーの誕生日は、彼についての最も古い学校の記録によると1875年10月20日とされているが、後年、ジンナー自身が1876年12月25日に誕生したと公言しているため、現在パキスタンにおいては、 後者が彼の誕生日として国民の祝日に定められている。ジンナーは七人兄弟の長男として生まれた。彼の父親はジンナーが生まれる前にカーティア・ワール半島から深度のカラチに移住してきたクジャラート商人であった。ジンナーの祖父はカーティア・ワール半島出身のバーティア・カースト、クシャトリア、階層の一つの出身であり、この祖父の時代にジンナーの一族が パンジャーブ地方のムルターンへと移していることから、ジンナーの祖先は、同じパンジャーブ地方に起源を持つ、ラージプルート系ヒンドゥーだと推測されている。ジンナーの家族はシーア派のホージャー派に所属していたが、後に、ジンナー自身は12イマーム派へと回収している。ジンナーは、グジャラート語を母語として育ったが、現在グジャラート州で86万人ほどの、和社人口を有するカッチゴヤシンド語。 英語などを習得した。ジンナーは、カラチやボンベイでの初頭、中等教育を受けた後カラチのミッションスクールへ、そして16歳の時に、ボンベイ大学の試験に合格した。1892年に、創始国のイギリスの首都であるロンドンに渡った。ロンドンにはがあり、この会社は、グラスゴーに本拠地を置き織物とポートワインを手掛けていた商社で、ジンナーの家族が営む会社と引きがあった。 ジンナーは、イギリスに渡る直前に、母親の勧めもありに再年下の登園の娘と結婚したが、その結婚生活は短く2年後に若くして、妻に先立たれる。また、ジンナーのイギリス滞在中にはその母親も亡くなった。ジンナーは、会社員生活を辞め、1896年に、リンカーンズ・イン法律協会に入った。そこで弁護士資格を取得した。 19歳のインド人弁護士の誕生は、当時最年少の記録であった。ほぼ同じ頃、ジンナーは政治への関心を持ち始めた。彼が尊敬する政治家は、当時活躍していた、インド人のゾロアスター教徒の政治活動家、ダーダーバーイー・ナオロージーや、1890年にインド国民会議派の代表を務めた、フェローズ・シャー・メヘターであった。 ジンナーのイギリス滞在も後半になると、父親の家業が傾いたせいもあり、イギリスを去り、ボンベイで弁護士事務所を開業した。弁護士生活は、成功を収め、ボンベイのマラバールヒルに、後年ジンナーハウスと呼ばれることになる邸宅を構えた。ジンナーの評判は、インド国民会議派の独立運動指導者、バール・ガンガーダル・ティラクの知ることとな、1905年にティラクが中心となった。 相乗事件をめぐる裁判の弁護人としてジンナーが雇われることになった。ジンナーは法廷でインド人が自らの国での自由と自治を要求するのは当然のことあり、そのようなティラクの要求行動は決して相乗などではないという主張を展開したがティラクは最終的に投獄されてしまうこととなった。1896年、ジンナーはインド国民会議派に参加した。 インド国民会議派はインドにおける最大の政治組織であった。当時の国民会議派の参加者と同じように、ジンナー自身は早急なインド独立を望んでいなかった。その理由は、教育や法律、文化、産業といった分野でのインドにおけるイギリスの影響力を考慮していたからである。ジンナーは60人によって構成された帝国評議会に参加したが、 評議会自身は全く権力と権威を持っているわけではなかった。第一次世界大戦中、ジンナーはインドがイギリスに戦争を協力する見返りに自治権承認を得ることを希望して他のインド人運動家と共にイギリスの戦争を支持した。ジンナーは1906年に設立された全インドムスリム連盟に参加することを当初敬遠していた。しかし、 1913年ムスリム連盟に加入し、1916年、ラクナウで開催された党の年次集会において、連代表に選出された。同年、国民会議派とムスリム連盟の合同会議が、ラクナウで開催され、ラクナウ協定が採択された。この協定は、イギリスに対しインドの後半の自治を要求していくといううちであったが、ジンナーは、この策定作業に参加した。 ジンナーの主張は、オーストラリア、ニュージーランド、カナダなど英両植民地が前身となった国家と、同等の自治権をインドにも認めるよう要する、というものであった。この一方、私生活においては1918年に二度目の、結婚をする。相手の女性、ラタンバー・イーは24歳年下で、ボンベイのゾロアスター教徒の名家出身の女性であった。この結婚は、 ジンナー側のムスリムコミュニティからのみならず、神父一族のゾロアスター教徒側からも激しい反対を受けた。そのためラタンバー E はイスラームに改宗し、マリアムジンナーと改名した。その結果、彼女は自分の親族及びゾロアスター教徒コミュニティから絶縁されてしまうこととなった。ジンナー夫妻はボンベイに住居を構え、インド国内やヨーロッパ各地を旅行した。 1919年に、夫妻の間にジョジが生まれ、ディーナー・ジンナーと名付けられた。1915年、モーハンダース・カラムチャンド・ガンディが、南アフリカより帰国し、ビハール州のインディゴ栽培業者との闘争、アフマダーバードの工場経営者との闘争、グジャラートの納税拒否闘争を指導した。ガンディが20年間、南アフリカで展開してきた。 非暴力不服従の方式を踏襲していた。ガンディは他の国民会議派の指導者とは異なり、洋服を着ることはなかったし、英語に代わり、インドの言語を使用した。また、ヒンドゥーの教義に忠実であった。そのため、ガンディが指揮する独立運動は、インドのヒンドゥーの間で多くの支持を集めた。もっとも、ガンディの運動は、カルカッタ、ゲンコルカタ、ボンベイ、ゲンムンバイ、 マドラス、ゲンチェン内といった大都市出身の1920年以前の国民会議派の社会的エリート層からは死されなかった。彼らは合法的な抵抗運動を支持しながらも社会的な恩恵に預かれる司法機関、立法機関の役職を務めていたからである。また、各地の反王国や人口密度の少ない中央、インドの山間部に住む人々や、 職人カーストや土地を持たない最下級カーストに所属する人々はガンディの運動と無縁であった。ガンディの行動に対してはマハーラーシュトラ州のティラク支持者も1920年にティラクが死亡するまで賛同しなかった上、詩人ラビンドラナートタゴールもガンディの行動を一つの狭いのに固執しているとして嫌をしていた。このような中でジンナーもまたガンディの運動を批判した。 1920年に国民会議派を脱会した、ジンナーの政治運動の根底には恩恵派ゴパール、クリシュナゴカレーと行動をともにいるうち身につけた政治理念があり、よって抵抗活動は合法的に展開するものであり、不穏当な大衆運動は支持しない方針であったのが理由である。また、ガンディの運動はイスラームとヒンドゥという二つの共同体によって構成されている。 インドが完全に二つに割れてしまう可能性をはらんでいると考えてもいた。ジンナーはムスリム連盟の代表になったが、そのために連盟内の派閥争い、新英派 VS 新国民会議派に巻き込まれざるを得なくなった。1927年にはイギリス人のみで構成されたサイモン委員会に対抗する一方で、将来の憲法起訴のため、 ムスリムとヒンドゥーの指導者間の交渉に入った。1928年、国民会議派を指導していたネルーの手によってネルー報告がまとめられた。この報告において、インドの即時独立を主張する一方で、ムスリムに関しては分離選挙を実施するという916年の国民会議派の約束を保護にし、また、議会でムスリムのための議席数を確保することも否定されていた。 ため、ムスリム側は到底この報告書の提案を認めることはできなかった。当時、ジンナーは議会で3分の1の議席数がムスリム側に留保されること、異常して然るべき権限が中央政府から地方政府へ異常されるのであれば、分離選挙は断念しても良いと考えていた。そのため、1929年3月28日、ジンナーの14条、 を発表することで両陣営の妥協を図ろうとした。しかし、ジンナーの提案は国民会議派や他の政党から反対を受けた。ヒンドゥー側との対立を深めていた時期、ジンナーの私生活は様々な困難に直面していた。その背景には、ジンナーの政治的活動が活発であったことがあり、ジンナーはヨーロッパ旅行などをすることで夫婦間の関係を保とうとした。しかし、 結婚生活は1927年に破局。さらに1929年、離婚した妻が重病を患いなくなるとジンナーは悲しみにくれた。1931年、ロンドンで円卓会議が開催された。しかし、ジンナーはガンディを批判すると同時に会議の始まりの段階で、すでに幻滅していたとされる。ムスリム連盟内部は一枚岩ではなく、ジンナーは、 政治の表舞台から退場し、イギリスで、再び法律の世界で働くことを決めた。また、以降、ジンナーの生涯において、妹、ファーティマ・ジンナーがもも親密な助言者となる。ファーティマは、ジンナーの娘ディーナーの出産を助けていた。しかし、後に、ディーナーが、ゾロアスター教徒の家系出身で、クリスチャンのビジネスマンと結婚すると、 ジンナーと娘の関係は疎遠なものとなっていた。アーガーハーン三世、ムハンマドイクバールなどのイスラーム指導者は、ジンナーが再びムスリム側の団結を取りまとめてくれることを期待して、インドへの帰国を促した。1934年、ジンナーは帰国して、ムスリム連盟の再編成に奔走し始めた。ジンナーの活動には、リアーカトアリーハーンの協力があった。しかし、 1937年に実施された総選挙では、全国のムスリムのわずか5%しか支持が得られなかったばかりではなく、ムスリムが多数を占めるパンジャーブ、シンド、北西辺境州といった地域でも惨敗を喫した。惨敗の原因は、パンジャーブやベンガルも含めた全国規模でのムスリムの置かれた状況を政治課題に掲げていたジンナーを、あくまで個人レベで支持する層はいたが、 各地で結成された地方政党は宗教を軸に結成された政党ではなく、あくまでも農民階層の権益保護を目的としていた。したがって農民の支持はこれら地方政党に流れた。しかし、インド国民会議派が大衆との接触運動を展開すると徐々にではあるが、ムスリム側にもヒンドゥー色が強くなる国民会議派に対する疑念が生じるようになった。 その過程で、パキスタン構想が現実味を持ったものとして、急浮上してきたのである。パキスタン構想の短所は、ムハンマド・イクバールによるムスリムが、インド国内でまとまった領土を持つことを主張した、1930年の連盟の議長演説である。1933年には、チョードリー・ラフマト・アリーにより、北西インドをパキスタンと呼ぶパンフレットが配布された。 ジンナーはムスリム連盟が全国的に支持を集めるため従来の考えを捨て、イクバールが提唱したパキスタン構想の実現へと方針を大きく転換させた。この構想に基づき、ムスリムが自らの権益を守るためにはヒンドゥーが多数を占める統一インドとは別個の独立国家必要であるという主張が展開された。 ジンナーは、ムスリムとヒンドゥーは、明確に別個の民族であり、両者の間には妥協して歩み寄る余地のない、決定的相違があるという考えを持つに至り、このような考えは、後に、二民族論、として知られるようになる。この考えは後に、パキスタンがインドとは別個の国家として、分離独立する際の基礎理念となった。ジンナーは、もしヒンドゥー多数派のインドと一体となった形で、 独立した場合、そのような国家においてムスリムは社会の終焉に追いやられ、最終的にはヒンドゥーとムスリムの間での内戦に発するだろうと宣言した。ジンナーの考え方の転換は、イクバールがジンナーと親密な関係を築いたためであるとされる。第二次世界大戦中の1940年に開催されたムスリム連盟ラホール大会において、ラホール決議、 が採択されたたジンナーは議長演説で以下のように述べたこうして、ジンナーは、インドは大陸のヒンドゥーとムスリムは互いに異なった、民族である、二民族論と宣言し、ムスリム人口が多数を占める地域が、ヒンドゥー人口多数地域とは別に独立すことを目指す、決議を採択させた。このような、ジンナーの主張は、統一国家としての独立を目指す、 国民会議派によって否定され、またマウラーナーブルカラームアザード、ハーン・アブドゥル・ガファール、ハーン、マウドゥーディといったイスラーム指導者、あるいは他のムスリム政党、ジャマーアテ・イスラーミーからの非難を浴びた。1943年にはジンナーを敵視する政治団体から暗殺されかかり、その際に首相を負った。1945年6月、インド総督ウェーベル伯爵は、 夏の首都、シムラーに、ガンディー、ジンナー、そして、その他の会議派のリーダーを招集した。ウェーベルは、インド総督と最高司令官を除いた、全員が、インド人によって構成される、行政参事会を創設し、これを暫定政府として機能させるという打開案を提示した。参事会は、同じ人数のヒンドゥー及びムスリムによって、 構成されるというムスリム側の要求が認められた内容であった。しかし、ジンナーは自らがインド側のムスリムの代表であると考えており、3次会のメンバーは連盟によって指名されるべきであると主張をしたため、この会談は決裂した。第二次世界大戦終結後の1945年から1946年にかけてインドで総選挙が実施された。 この選挙は、ムスリム連盟と、インド国民会議派の一気打ちの様相を呈した。中央議会選挙において、国民会議派は、非ムスリム割当て枠の90%を確保、同時に8つの州で政権を握った。一方、ムスリム連盟も、中央議会における、ムスリム割当て枠30すべてを独占し、地方議会のムスリム割当て枠500のうち440人議席を獲得した。 ムスリム連盟が選挙で圧勝したのは、ベンガルやパンジャーブ州の地方政党の地盤を切り崩すことに成功したからである。1946年3月、イギリスはムスリムとヒンドゥーの対立を収集する閣僚、施設団を任命して、三層構造の連邦案を提示した。この連邦案に基づくと、州のグループ分けを実施し、ムスリムが多数派を占める東。 西の地域とヒンドゥーが多数派を占める中央部、南部とグループ分けを行い、防衛、外交、交通、通信を統括する連邦政府のもとに位置づけた。また、その各グループには大きな自治権を付与することとした。イギリスが提示した連邦案は国民会議派、ムスリム連盟の主張を同時に満たそうとするものであり、ジンナーはこの連邦案を了承した。 一方、ネルー率いる国民会議派は、イギリスの連邦案は、インドの一体性は保たれるものの中央政府の権限があまりにも貧弱であることを危惧した。実業界も将来のインドは、強い中央政府による指導のもと、貧困のない工業国にしなければいけないと考えていた。7月10日のネルー演説により、各州が、 どのグループに加わるかは自由に判断すべき宣言したことにより統一インドの目が立たれることとなった。ジンナーの立場は窮地に陥った。ここでジンナーは8月16日後にカルカッタの大虐殺の名前でも知られる直接行動を訴えた。ジンナーは直接行動の日においてムスリム側はどんな様式、形態においても 直接的な暴力行為に訴えるための日であってはならないと考えていたが実際には暴動が発生した5日間で4000人以上のヒンドゥーとムスリムが死亡し数千人が負傷したまたビハール州では7000人のムスリムが殺害される一方ベンガルのノアカリ地域でも数千人のヒンドゥーが殺害されるという事態になったこのことにより 立憲主義者であり続けたジンナーの苦悩は募ることとなり、国民会議派はジンナーに対しての期待を一切捨て去ることとなった。国民会議派はムスリムが政権を握る各州で構成を強め、パンジャーブ州と北西辺境州で政権を掌握していた。ジンナーはシンド州とベンガル州におけるムスリム連盟の基盤強化に努めることとった。 シンド人とパンジャーブ人との間では、総国関係があったが、州分権主義と引き換えに、強力な連盟政権が成立した。暴動が収まらないベンガルで、事態を収集する方法は宗教を横断する形での連立政権であったが、国民会議派との連立はジンナーが認めるものでは、なかった。1946年10月25日、中間政府の設立が宣告された。 この中間政府とはイギリスからインドをどのような形で独立するかを議論するために設立された政府であるが国民会議派が多数派を占めていた。翌26日、連盟も中間政府の参加を決めた。とはいえ、連盟の中間政府参加はジンナーが望むような形で実現されたとは言えなかった。というのも国民会議派との対等の立場はなく、 ムスリムの代表権を連盟が独占しているわけでもなく、ムスリムに関する諸問題に対しての拒否権を有しているわけでもなかった。国民会議派主導による憲法制定会議の議事開始が12月9日に始まる中、ジンナーは一貫して前日のグループ分け問題の決定が優先されることを望んでいた。インド総督ウェーベルは、ジンナーの態度を譲歩する前に取る。 いつもの極端な態度と考えていた。中間政府のヒンドゥーとムスリムの協力体制はついに実を結ぶことはなく、1946年末にはパンジャーブ州の西部東ベンガル州バローチスターン、ンドの分割が検討され始めた。パンジャーブ州の分割の決定は1947年3月8日になされた。国民会議派が多数を占めていた。 北西辺境州の帰属をめぐっては7月に選挙が実施されパキスタンへの帰属が決まった。ムスリム連盟の議員総会はデリー決議を行いムスリムが多数を占める6州が単一の主権独立国家パキスタンとして即時樹立されることをインド総督ルイス・マウント・バッテンに要求した。1947年6月総督はこれに屈して インドパキスタン分離独立案を発表し、8月にイギリス国王を国家元首にいただく独立君主制国家パキスタンが成立し、ジンナーはその総督に就任した。1940年代を通して、ジンナーは結核を患らっていた。この事実を知っていたのは、ジンナーの姉妹とジンナーの側近のみであった。1948年になると、 ジンナーの健康状態は悪化していく一方であった。パキスタンがイギリスの統治から独立すると、その負荷がジンナーにのしかかりさらに健康状態を悪化させたのもまた事実であった。ジンナーはバローチスタン州のズイアラーとパキスタンで夏の保養地として有名な地域において数ヶ月の間休養を取ったが、病状の改善は見られず、 1948年9月11日、結核と肺がんの合併症により死去した。ジンナーの葬儀は、ジンナーを祀るためのジンナー病の建設後に実施された。これ以降、ジンナー病において、公式行事や軍隊セレモニーがその時同期の節目に行われることとなった。娘ディーナーは、パキスタンの独立後もインドに残り、その後、アメリカのニューヨークに住居を構えた。 ジンナーの孫にあたるは、ムンバイ在住の起業家である。ジンナーの妹、ファーティマ・ジンナーは、国家の母として知られるようになり、1963年から1964年にかけて実施された大統領選挙に立候補、アユーブ・ハーンに敗北した。ムンバイに残された、ジンナーハウスは現在インド政府が所有しているが、その奇数をめぐっては、議論が続いている。 ジンナーはネルーに対して、いつか自分がムンバイに帰った時のために、干しておいてもらう、よう個人的に依頼していた。パキスタンは、インド政府に対して、ジンナーハウスを領事館として使用することを申し出ているが、ディーナーの家族が、自らの財産権を主張しており、事態は進展していない。パキスタンにおいて、ジンナーはカ、カイデアーザム、最も偉大な指導者として、 尊敬を集める存在であり、10パキスタンルピーを超える工学紙幣に、ジンナーの肖像画が描かれている。また、現在、ジンナー国際空港と呼ばれる、カラチの国際空港はかつては、カーイデアーザム国際空港と呼ばれていた時代もあり、パキスタン航空のハブ空港で、国内随一の国際空港でもある。ジンナーの名前を採用している道路は、イスラーム世界に広がっており、 トルコ湾から最大の通りシナジョディシー、あるいはイランテヘランで最も新しい高速道路の名前もジンナーにちなんでいる。かつてジンナーはイギリス領インド帝国から分裂独立を招いた超本人という神話が存在した。このジンナーに対する評価はインド総督の秘書官として活躍したの著作、ザ・トランスファー・オブ・パーアイにインドの影響が大きい。イギリス帝国主義によって 分割統治が展開されたインドにおいて、イギリスの政策にムスリム連盟が乗った形で、ヒンドゥ国家とは別の国家を無理にジンラーが中心となって建設しようとしたことから、インドとパキスタンの分離独立に際して、インド側から多くムスリムが、またパキスタン側から多くのヒンドゥーが流出したのだ、という神話である。しかし、今日では、ジャラールアーイシャの著作、あるいは、 約30年間、1988年まで30ページ分の出版が封印されていた、モーラーナーアーザードのインドウィンズ・フリーダム、オリエンロングマン、1957が交換され、ジンナーに対する評価は見直されてきた。前者ジャラールでは、インド総督のルイス・マウント・バッテンが、独立発足の形をどのようにするかを迫る1947年6月日の、 独立交渉最後の最後まで、ジンナーは統一インドとしての独立を希望し、逆に国民会議派がジンナーとムスリム連盟の選択肢を奪っていったことを描写した。そして、アーツアードの封印された30ページが公にされると、これがジャラールの描写と一致していたことで、歴史研究においてジンナー評価が最高を要することになった。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。